それ暴行だぞ。知らないよ。あれ見てたの。あ、どうって。だったら階段行けばいいじゃない。もう遅い。もう遅いね。知らない。そんなちっちゃいな。あなたも小さいね。考えが小さいじゃないですか。なんか。だって普通のさ、常識ルール守れないんだよ、大人として。大人でしょ。私よりいい大人なんて言うとしょ。知らない。譲るもクソもない。知らない。いい年した大人がルール守れないことがなんかおかしいんじゃないのか。だから腕を掴むんだよ。掴んで、掴んで。知らないんだ。だから何？言いたいことがあるならはっきり言えば。無能だからね。いや事実無能じゃないか。時間の管理もまともにできないじゃん。それじゃ。時間の管理。あなたが喋ったんだ。誰が喋ってんだろうと思った。普通に張り紙もあるし、ポスターもあるよ。いいからじゃねえ。こっちは普通にただ止まってるだけだよ。知らないです。見てみると分かりますよ。時代遅れなんです。お願いは本当にいいですよ。こんなの常識でしょ。だって大人としてルールがないのは当たり前じゃないですか。そんなの関係ないですよ。はい。No。 ダメ。怖い。ここに書いてあるでしょ。No。No。ジャパニーズソーシャルカスタム。クリさん、excuse me。いや、ちょっと、どうも。ああ。ジャパン。オーライ。